地震学調査船地震学とは、地震の発生機構、及びそれに伴う、諸事象を解明する学問である。講義では、地震計に記録される波形を扱う、様々な研究を含む。地震の発生は、日本、アメリカ合衆国西海岸、南アメリカインドネシアなどの環太平洋地域と、地中海沿岸などに集中しており、他の地域ではほとんど起こらない。 したがって、地震に関する研究もこれらの地域で進んでおり、日本はアメリカ合衆国と並んで先進的な位置にある。地震学の研究は大学や政府機関が主導する場合が多い。例えば、アメリカ合衆国のアメリカ地質調査所、日本の東京大学地震研究所、中華人民共和国の中国地震局などが挙げられる。 ルーマニアチリなどの純戦深国発展途上国でも政府機関主導の研究が盛んである。また、こうした国では地震による人的被害が大きくなる傾向にあるため、地震の研究は国家的課題である場合も少なくない。古典的な地震学は、震源を点とみなし、地震計で観測された波を男性ハリロンにより説明することから始まった。 一方で、明治維新以前の資料は、科学的地震学には影響を与えていない。日本における地震学の歴史を、宇佐美達夫らは、下記のように分類している。ウィーヘルト式地震計、地震計の改良と観測網の充実が行われた。同時に津波に関わる、数理物理的研究が進展、地震工学的研究が盛んに行われ、 耐震構造論に基づき、耐震計算法と耐震工法が示された。掃似曲線理論的考察が加えられ、地震系の改良が加えられるが、戦時体制下のため研究、観測活動は制約を受けた。地球の内部構造と地震波の電波1950年代には、震源がシングルカップルかダブルカップルかという論争があり、 ダブルカップルであるという考えが認められ、1960年代のプレートテクトニクス理論を通じて、震源を断層とする考えが受け入れられていった。1970年代には、モーメントテンソルインバージョンが導入された。地震学は、地震波形を解明することが重要となる。そのため、地震学の進展は、地震系の性能や、 設置状況に大きく依存していた。例えば、第二次世界大戦以後、アメリカ合衆国では、各実験探知を目的として、西側諸国を中心に、世界中に、地震計を設置した。これらの地震計が、今日の地震学の発展に大きく寄与している。また、1970年代頃まで、地震波記録は、 地震計が設置された場所で紙に記録されていたため、記録の回収と解析に多大な苦労を要した。しかし、1970年代後半からアメリカ合衆国や日本では、電磁的に記録して一元管理する体制が整備され、それに伴い、地震学が大きく進展している。さらに、1990年代以降は GPS の利用が進み、 地殻変動が広範活高精度で捉えられるようになると、測地学の分野から地震の様子を明らかにする動きが進んだ。日本地震学会の一部の研究者は地震予知を標榜して観測研究を進めてきたが、近年、日本の政策は地震予知から地震が起きた際の被害予測、災害対策へと重点が動きつつある。 1892年に設立された震災予防調査会の目的は災害の予防にあり、そのための地震予知方法の有無の研究と災害を最小に食い止める方法の研究を行う。18項目の目的を掲げて出発した。以下は、宇佐美達夫を第一章我が国の地震学の歩みより、引用、地震、解消、噴火、破裂につけて、 事実を収集すること。古来の耐震にかかる調査すなわち地震史を編纂すること。地質学上の調査。地震動の性質を研究すること。地震動電波速度を測定すること。地面の傾斜並みにパルセーションを測定すること。地上及び地中の振動を比較する研究。全国の磁力を実測し当時線の配布を測定かつ、 地磁気観測所を設置し、その変遷を観測すること。地下の温度を観測すること。重力分布及びその変遷を測定して、地殻抑圧の変化を研究すること。井戸の変異を観測し及び、水準の変遷を調査し、地歪みの前進を視察すること。構造材料の強弱を試験すること。各種の耐震家屋を計画し、 これを本島自身の大きい地方に建築すること。構造物のひな型を作り地味の振動を与えて、その強弱を試験すること。玄関の構造物中につけ、震災に関係あるべきものをあらかじめ調査しておくこと。各種の地盤上において、地震動の多少を比較測定すること。地震動を遮断するの試験をなすこと。 調査報告を出版して広く反復すること。1970年代まで地震学について衝述した書籍は非常に少なかった。1980年に秋イ一イとポール・ジー・リチャードによってクオンティテイティブ・サイスモロジーが書かれ地震学者や研究者を志す学生に愛読された。その後はアメリカを中心に地震について網羅的に扱った書籍が 次々と出版されている。日本では、うつ特時の地震学が初学者に広く読まれているほか、同じく、うつの地震活動創設や宇佐美達夫の日本被害地震騒乱などが専門家の間でも普及している。先進国では、大学において地震学教育を実施している。例えば、日本では東京大学地震研究所や、 京都大学防災研究所などがその例である。一方で、発展途上国においては、21世紀初頭の今日においても、地震学の専門家の育成が急務となっており、アメリカや日本などに留学する者も,も多い。反対に、アメリカや日本の専門家が途上国で教育を行う場合もあり、人材交流に際して、日本では、 国際協力機構が重要な役割を担っている。また学問の性質上、一般市民への啓発が課題となっている。兵庫県南部地震の際には、近畿地方は活断層が多いと専門家らが認識していたにもかかわらず、市民の間には、京阪神周辺は地震が少ないという地震安全神話があり、防災意識が低かったという反省から、専門家は、 あらゆる情報をわかりやすく伝えるという責任が再認識された。その後、一般市民を対象とした書籍が数多く出版され、講演なども活発に行われるようになっている。ありがとうございます。